リュウリさんが四騎壇ノ浦発走飛び今の苦難を経て、あなたはもっと強くなる。これまでそうしてきたように。カデシュの血脈形成。展開。守るというのは全く闇雲に共柄を殺す時の終わり、私はやり遂げたようですね。吉田和美女、せめて忘れてくれるな。はい、はあ、これも悪いことばかりではありませんよ。使命のない場所なら、いつかの昔話の王子も怪物と素直に向かい合えるかもしれませんからね。こたびの遠征もまた存分に心躍ったの。そりゃいいな。まあそうか、この胸の高鳴りこそがオケアノスの塩剤だったのだ。艦長。は。すまんが、この艦は味方を一隻でも多く逃がすため、しんがりを務めねばならん。分かっております。あの大半はヤンテ督のもとへ向かうでしょう。何をしておる。この艦一隻では荷が重いだろうということでしょう。バカ者が。敵将に次ぐ。慶は我が軍の完全な包囲下にあり、退路はすでに失われた。動力を停止して降伏されたし、
カイザーラインハルト陛下はケーラの優先に対し寛大なる処遇をもって報われるであろう。カイザーラインハルト陛下、偉そうに言わせてもらえば、民主主義とは対等の友人を作る思想であって、主従を作る思想ではないからだ。良い主君も良い臣下も持ちたいとは思わない。だからこそあなたとわしは同じ旗を仰ぐことはできなかったのだ。民主主義に乾杯。戦場を通過するに際し、全将兵は敵将に対し規律敬礼すべし。まだ腕がちぎれただけじゃねえか。もうがき垂れてねえで来いよ。かかって来い。ハリハリ素敵だ。アレクサンド・アンデルセン。人間、化け物にはなるな。私のような、そうあれかし。うるさいぞ、フケ。アンデルセン、お前に倒されてもよかった。でも、もはやダメだ。化け物を倒すのはいつだって人間だ。人間でなくてはいけないのだ。泣きたくないから鬼になったのだろう。ならば笑え。傲岸に不遜に笑え。いつものように。
何すぐだ宿敵よ。いずれリンボで。皆が遊ぶ声がする。みんなが待ってみんな泣いてはいけません。寝る前にお祈りを。エーメン。エーメン。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ仲間もそうなのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な使者を、哀れな使者を、我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を叫べ、兵士を叩け。最上階です。こちらへ。騎士、ビシャスを倒してください。ようやく目が覚めたか。いつか言ったはずだスパイク、お前を殺せるのは俺だけだと。
ロジャーが待ってる男は少なくともティーチおめえじゃねえ。いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。死んでやがる。たったまま戦闘によって受けた刀傷、実に267たち。受けた銃弾152発。その海賊人生に一切の逃げ傷なし。